ート全くの未経験者が2ヶ月間本気で練習したらどこまで進めるようになるのか。いやどうも、東海のとしみつだ。今日はですね、これ個人チャンネルじゃないんですよ。言いますが、これはれっきとした東海オンエアのメインチャンネルです。今日はですね、ここ愛知県名古屋市の法和スポーツランドさんにお邪魔しております。見ての通りスケートリンク上にいるわけですね。まあ、なんでね、僕が一人でここに立ってるか、始まりは1年前ネタ会議でフィギュアスケートをみんなでやろうぜみたいな提案しましたところ、哲也かな、みんなでやるんだったらとしみつのソロの演技見たいけどね言い上がりまして、それで方向決まったんですけども、まあ、なんかね、いろいろタイミング逃しまして、ただいま現在2021年1月17日でございます。私ここからですね、2ヶ月本気でスケートを練習しまして、で3月にですね、メンバーが僕の練習の成果、スケートのね演技ただただ見に来ます。発表会するというね、これもう何の動画全く分かんないんですけども、挑戦というかどうなるんだろうかという動画でございます。で、もう本当に経験がゼロで、スケートもスケートリンク場、愛知県民なんですけど、スケートリンク場に来たのがそもそも本当に初めてで、まあ、とてもじゃないけど一人で、まあ、上達は無理なんです。今回ね、僕にフィギュアスケートを教えてくださるコーチの方を紹介したいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。お願いします。お願いします。愛知県の一宮市でインストラクターをしております、飯尾と申します。よろしくお願いします。飯尾さん、よろしくお願いします。今僕話した通り本当にゼロなんです。滑れるようになりますか？難しいと思います。かなり難しい。無謀だと思います。無謀ですよ。無謀なのは僕も分かってます。本気なんで。わかりました、はい、目標はメンバーをちょっと感動させて泣かせることなので、これ努力します。短い期間ではありますが、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速、はい、僕本当シューズも履いたことなので、いろいろ教えてくださると助かります、はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。行きましょう。右足から出た。ちょっとこれちょっといいですか？はい。え、これ手切れますよね、普通に。ちゃんと危ないですよね。ちゃんと危ないです。よし、行きました。はい、やばい、めっちゃ緊張する。基本姿勢は、基本姿勢、足を三角に開いて V 字にします。で、手のはバランス取りますが、体の横を少し前でも、この後ろには置かない。あ、後ろは、はい、はい、それで、あとはゆっくり離さないようにしてください。はい、やばい、人生初スケートリンク行きます。こういって、うわ、めっちゃ滑る。え、嘘でしょ。私そうですね、これ知らないとやばいですね、はい、バランスが崩れたら小さくして、お尻を低くして小さくなってくるんですね。で、顎を引いて丸くなってから横でも前に、こうなって、こうなって横でも前に、そうです。こういうこと、はい、うわ、氷ですか？氷ですよ。氷、氷、なんかタイルみたい。そんなことないか。はい、じゃあ私に立ちます。はい、私から。膝で立ちます。で、手をまず手を、はい、次お尻を上げて、もう片方しっかり足をついてから、ゆっくり立ったらかかとを下げて、はあ、なるほど、これがどっちかは OK です。 OK です。はい、前ですね。これってかかとの重心に行くとダメですか？真ん中で持ってる。真ん中、はい、かかと意識する。そうです。はい、やばい、これ、はい、でもこれマジで後ろにカーン行きますね。いや、なので手は必ず前。なるほど、だから前なんだ。で、右手って手を持っていて、はい、そうすると体重移動すると、来た来た来た。そう、あ、V ですよ、 V、 V で、はい、あ、少しずつ進んじゃう、進んじゃう、進んじゃう、はい、自分の靴にかかとをつけながら体重移動つけながら、そうです、そうです、下に、下に、少しずつ、これ、抵抗して手を前にして両足をかける状況、はい、え、ちょっと待った、そうそうそう、おー、はいはいはい、おー、すんごい、あー、両足を、そしたらそのまま下がってます。で、伸ばしてつける。これはひょうたん、これひょうたんって言います。膝曲げたまま、
なるほど、これは来ますね、足に。これのバランスがそもそも取れないとクロスができない。クロスができないんですか。ああいうカーブなのでシャーってやつ、あれですよね。あれです、あれです。2、はい、うわー、カーブしながらのもも上げ、これがクロスへの第一歩か。うわー、これこれこれがやりたいんですよ。バックにする、今バックする。バックは足をすぐ、足を V にしないで、ずっと平行。ありがとうございました。初日、初日すごい頑張りました。上出来ですか。上出来です。クロスがちょっと苦戦しましたけど、クロスね、この調子で次も頑張りたいと思います。頑張りましょう。次もお願いします。お願いします。
ター練習が終了しました。今日はですね、バッククロス、ターン、もうフォークターンですね、今日、両足スピンと半回転ジャンプまで行きたかったんですけども、ちょっとね、モホークターンが難しすぎて、その途中から僕体重のかけ方がもう分かんなくなっちゃって、頭がなんかこんがらがっちゃって、ちょっと今日は半端なかったですね。まあ、でもそのモホークターンやんないとジャンプとかね、回転に行けないんで、なんとかできるようにしていきたいと思います。おはようございます。なんと前回の練習から2週間空きまして、2月13日です。前回ですね、いきなり難易度が上がったと思うんですけど、一応僕ね、この2週間自分でね、ランニングやら腹筋スクワットやってました。だからもしかしたらね、足腰が鍛わってる可能性が全然あるんですよね。もう今日折り返しでどこまでいけるかという感じですね。おはようございます。おはようございます。3回目ということで、ターンの復習ですね。前回もフォークターンでちょっと苦戦したので確認をします、はい、それからアウトエッジ、インエッジって言って、ジャンプや、ね、ステップするにはエッジをこう倒しながら、カーブなんですね、はい、アウトエッジ外、はい、インエッジ内側、それからつま先、もうジャンプだとつま先使いますので、つま先でちょっと立てるかどうか、はい、でスピン、ジャンプはもう半回転行きたいですね。片足で飛んで片足で降りる。なるほど。両足ではなくて。よろしくお願いします。はい、お願いします。ます。あと、お、なんかちょっとスムーズですね。スムーズ、ちゃんと。はい。ちょっと3回目にして大きい声で喋ることを意識します。今両足で、ちょっと片足で。片足。いや、やばい。あ、すぐ。あ、はい。そう。やっぱ、うまくいくと、キュッていくんですよね。あ、でも、できてる。これがあるだけで、だいぶ。そう、動ける。お、だいぶやりやすい。じゃあ今度は、今片足で始まったから、片足で折れ、片足変える、左で右、これができないんですよね、最初左で、あ、飛んじゃった、あ、飛んじゃったね、今飛ぶのは早すぎました。早すぎた。靴を買いさせていただきました。ちょっと小さくしてジャストフィットで、ね、可愛いシューズには履き替えさせていただきました。はい、来た。半回転ジャンプ。ができるよね。私次の日は、今日はこれは。はい。4日目。はい。
新たなステージに行くということで、はい、トーループよく聞きますね、トーループ。トーループね、もう本番意識してきましたね、うん、トーループはつま先トーをついてジャンプします。トーつく種類はたくさんあるんですけど、はい、その中でも左足のトーを使います、うん、後ろ向きです。前回やったスリージャンプは前向きでしたね、はいはい、前向きのジャンプはその種類しかないです。なので半回転ってつきます。なるほど、はい、1回転ですね。見えますか、トーループ。先生のトーループ、はい、そう、ほうほう、ははなるほど、はい、見たことあります。ありますね。もう一回いいですか。後ろ向きだったな、今完全に。はい、あ、こうか、こっち、右をついてるってことか。左を、あ、右足、はい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 、ということでジャンプですね、はい、トーループ、ね、はい、で次は振り付け、うん、振り付け入ります、振り付けですね、振り付け入ります、はい、で振り付け入るってことはちょっと曲があるんですよね。ありますね。で今曲をちょっとつなげ、はい、作ってもらいましたんで、はい、2分半ぐらいですか、ショートですね。ショートの長さですね、はい、最初になんかクラシックっぽいの流れて、今日はちょっとその最初の前半クラシック的な部分をちょっと、はい、入ってるのはジャンプが2つ、うん、でスピンも2つ入れます、はい、2つでトーループ今日やったのでもう早速入れます。はい、なので連続入れてきます。はい、一回見れますか。やりましょうか。お願いしていいですか、はい、ちょっとお手本を。わかりました、お願いします、はい、今回の曲ですね。なんか俺も普通にカメラ持ってスケートリンク入ってるな。うわっ、これ大人っぽいですね。ちょっと優雅な感じで、あ、こんな感じですね。ここぐらいまでですかね、はい、あれあれなんか あれ聞いたことある。気のせいかな。とりあえずはじゃあこのゆっくりな、はい、前半の優雅な方をちょっと先生に一回お手本を見せていただきます、はい、僕ちょっと勇気出してスケートリンクにカメラ持って入りますんで、これ転んだら終わりなんで、それではちょっとお手本ですがお願いします、はい、ポチ、はい、すごい、これ滑ってます、はい、滑ってる、うわ、すごい、あれ俺やるんだ、あ、飛ぶ、え、嘘でしょ、来た、あー、やばい、あ、ひょうたんが入ってる前に、はい、後ろ入ってきた、さっきのやつだ、トーループ、あー、またスピン入った、あー、あ、ここから次のやつですね、
はい。って感じですね。結構滑ってましたね。あっちまで行かないかもしれないけど。ああ、そうかそうかそうか。うわ、ちょっと やるのみですね。うん、やるしかない。やっていきましょう。振り付けが分かった分ね、自分が何やればいいのか分かった気がするから、逆にちょっと目標立てやすくなりましたね。最後頭打って今めっちゃ痛いですけど、あと2回、あと2回。2月28日最終日です。なんと残り2回ですね。振りもね、前回は前半なんですけども、今回は後半のね振りを練習していこうと思います。そして今日はね、とんでもない方が僕を指導してくださるということで、早速、はい、お呼びしましょう。この方です、どうぞ。おはようございます。おはようございます。カジカジと申します。どうも、ゆるかった解説さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいんですかね、僕なんか頑張ってるっていう話なので、先生からめっちゃ頑張ってます、連絡いただいて、サポートお願いします。めちゃくちゃ嬉しい。ちょっと、うん、飛び上がりましたね、僕。よろしくお願いします。お願いします。今日はステップ、そうです、ステップ。振り付けコーナーはもうステップから入って、はい、あとジャンプ2個入れます。ジャンプ2個、はい、とスピン、はい、入れてフィニッシュ。どんな振りなのかちょっと見てもよろしいでしょうか。はい、頑張りましょう。はい、はい、お願いします。します。2ピン、リラスボックス、ダウン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 、回して持ち込んでいて、ピンピン、スリーダウン、ヒョタニン、わかりました。はい。ちょっとマジでやばい。これマジゴールデンじゃなきゃ何もダメなんだよ。意味ないんだ。してやんなきゃ。楽しいって言っちゃってました。うんね、一旦で最後ね、楽しいスケート5回目ですよ。5回目でプログラムあんまないと思うんですけど、すごい。でも5回目でこんなに滑れるって本当すごいです。明日ラストですよ、うん、
まさせていただきます。はい、ちょっとせっかく小塚さん来ていらっしゃって、外館の映像でありがとうございました、さすがにちょっとやばいって言ってちょっと本当に僕ターン、モホークターン、なんせ1回目普通のこれから2回目のレッスンで急にモホークターンが入って絶望したっていう経験がありまして、はい、モホークターンとあとスリーターンの着地のコツというか、うん、教えていただけたらなと。ちょっと見てて思ったのが、はい、体が全部まっすぐになっちゃってるんで、体をこうちょっとひねるっていうことをした方がいいんじゃないかなと思って。体をひねる、はい、そうなのでちょっとここで練習したいんです。はい、ちょっと手を組んで、この右手と左手をこう引っ張りながら足を回しを、そうすると体の体幹がぐるぐるって、はい、回ります。なのでターンをするときに足は今度固定になるので、この手は今度離して、この肩を回す。そうバネなので、飛びてちょっと体がふわっと浮いてる感じがちょっとだけあると本当にちっちゃいから、はいはい、体重が氷から離れてる時に足を振り返ると、ドラえもんのホバーみたいな、ドラえもんの足が浮いてる。そうですね。1月から始めてきた練習も今日で最後と、一宮のスケートリンク来ておりますが、なんと一宮のね、このスケートリンクも取り越されてしまうという悲しい来シーズンで、なんとか残ればいいなと。僕はこれしか言うことできないんですけど、いろんなね、人の思い出を感じながら今日滑れればいいなと。とにかく最後までみっちりやっていきます。
口で途中でめっちゃ冷えてやってないですThank you.